さあ後半です。2点のビハインド、跳ね返せるか。さあ行こう。前半の課題を修正できるか。さあキックオフ、いつものようにコージがロングボール、この入りですね。さあスローインから谷が突っかける、馬道がバックパスを拾った、チャンスか、谷に落とす、シュート、惜しい。いやー今インかかった分だけ外れてしまいましたが、いいですね今の馬道の貪欲なボールに対する執着力、いいですね。チャンスありますよ。さあスロー、馬道が粘り強く追っかけてキープ、谷に落としてダイレクト、いいですね。もうボール一個ですね。惜しいシーンでした。サウルコスも焦ってますね。さあここはコーナーで2人で挟んで取った。さあ大輔が前へ、このボールは跳ね返され、おっとルズボールになった、おっと取られた、前に出す。さあそこディフェンス、おっと大輔、いいですね、自分のミスを自分で取ると、いいですね。さあ猪島選手もちょっとイライラしている感じですね。さあスローイン、と縦に入った、おっとファールか、おーちょっと大輔選手ちょっと試合、これはイエローカードが出ましたね。異議を言ってしまったようです。さあサルゴス、猪島選手キープ、切り返して、おーっと後ろ軽い、ちょっと軽い、おーっと頭が押しにヘディングしてしまった。いやーこれはちょっと吉村選手ちょっと一発で行っちゃったところがありますね。これは猪島選手よく見て、これいいボール入りましたね。浩二もこれ完全にマーク見失ってますね。安下選手もこれはさすがにどうしようもなかったようです。さあゴールキック前に吉村バックネット、おっとこれはちょっとアフター気味に入りましたね。これ福井県ではやっぱ敵なしですね、このバックヘッドは。さあそのフリーキック、谷からのボール跳ね返されて、下側が跳ねなくキープされる。さあマッチアップ、おっと吉村、猪島後ろへ落とす、おっと吉村拾った、おっと今のあったヘディングシュート、キーパーしっかりキャッチしましたけど、いや結構いい形でしたね。いやーさあ見てみましょう、吉村これいいボールですね。これピンポイントですね。これ先ほどの猪島選手と同じような感じのボールですけど、いやー惜しかったですね。これはキーパーも冷静ですね。これさあディフェンスラインで回す、大輔が坂野に当てる、もう一回大輔弾かれる、おっと坂野が拾ってミドル、いいですね。坂野が入ってちょっと中盤で厚みが増しましたね。拾えるようになりました。さあサルゴス細かいパスで繋いできて入ってきた、入ってきた、おっとナイスディフェンス。タクロもよく体入れてましたし、宇野もしっかり
カバーリングが入ってましたね。さあリプレイ、2人で完全に潰しますね。これいいですね。ゴールキックと、ウィズボールになった。谷がドリブルで仕掛ける、仕掛ける、仕掛ける。おっと、これはちょっと完全にファウルですね。サポーターもちょっと興奮しますね、これ。どうも、さあ行かせるか。キッカーは谷ですね。狙うか、おっと狙っていった。いやー惜しかったですね。宇野選手もちょっと欲しそうでしたね、今ボールはね。さあ中盤のルーズボールをマサトがいいボール入った、打てるか。おっと打てない。後ろにちょっと落として、クリスが出てきた。いいですね、今の形は。繰り返せば点数取れそうな気がしますよね。さあここで吉村選手に代わってユウトですね。これは右サイド駆け上がれるか。3点ですからね、ビハインドはコツコツ返していけなくていかなくてはいけません。おっとサルゴス来ますか。おっとミドルシュート、おっと入ってしまった。これはどうした、アンシャルにちょっと来ると思ってなかった感じですね、今のは。